皆さんこんにちは。今日は一泊二日のパッキングをしていこうと思います。一泊二日なのでこれぐらいのねちっちゃいガラガラを使っていきます。インスタグラムを見てくれてる方は分かると思うんですけど、もう今日から沖縄に行ってます。一泊二日でもう明日帰っちゃうんですけど、ちょっとちっちゃいガラガラを使うので今日はそちらの動画を撮っていこうかなと思います。ガラガラにね入れるものは時期的に海開きギリギリなので、まだ海に入ろうかなと思ってるので水着を持っていきます。ちょっとね形ぐちゃぐちゃなんだけど、ダイソーで買ったこのフラミンゴのクリアポーチの中に水着を入れます。この間グアム行く時に買ったんですけど、これねめちゃくちゃ使いやすいんですよ。めっちゃぴったりだしめっちゃ薄いの。だからねこれを使います。で一応タオルも持っていこうかなと思うので、もう一個このフラミンゴのクリアバッグみたいなやつにタオルを入れてこんな感じで持っていきます。このクリアバッグもダイソーで買いました。今年の夏前6月ぐらいに買いましたね。洋服はね1日分を持っていきます。このショーパン持っていきます。このねビリビリに破けてるザラのショーパン、破けてるのが良かったんだけど、結構ね上の方まで見えるから自分でこの偽ポケットをね裏から縫い付けて見えないようにしました。あとこちらのニットキャミ、グレーでちょっとね薄めのニットなんですよ。だからねこれでも暑くないから持っていきます。でその下とかに着れそうなこの黒いキャミを持っていきます。後ろがねちょっとバッテンみたいな感じになってて見えてもいいような感じなので、一応1枚だと不安なのでこういうオフショルのワンピースを持っていきます。これは膝上ぐらいの長さですね。これはねグアムにも持ってったんですけど、すっごい楽なのでこれを1枚持ってきます。あと靴下、帰りにこっちに着いたら寒いと思うので靴下1枚持ってきます。向こうではねまだ暑いと思うから B さんで過ごそうかなと思ってて、海とか行くし、だからね靴下は1個だけ持ってきます。洋服はこれだけです。でこちらのモフモフのポーチ、これはね中身入れてないんですけど、ちっちゃいカバンとかって持ってってもあまり使わないので、こういうちっちゃいポーチを持ってくと何か貴重品とかこまごましたものは結構入るから、これを1個持ってきます。前に去年の今頃に宮古島行った時にもこれを1個持ってったり、意外とねこういう1個あるとねすっごい楽です。でこちらイヤリングを持っていきます。グアムの時にも紹介したんですけど、お薬ケースの中にイヤリングを入れてます。こんな感じでちょっと大きいやつもバラバラにならないし、別々で入れると割れちゃいそうなものとかも保護されるのですごく便利です。2日間行くので2個持っていきます。であと本当にお薬入れてます。花粉症のお薬、あっちはね多分大丈夫だと思うんだけど、こっち帰ってきたら秋の花粉とかにやられそうなので一応持ってきます。このケースも5個入れられるケースもダイソーで買いました。次こちらスキンケアポーチ、これもねダイソーでさっきのフラミンゴと同じ種類のポーチを使ってます。こういうね薄い感じのポーチ、ここら辺がしっかりしてるので形はそんな崩れないやつです。もうね本当に1泊2日だからちょっとで大丈夫です。はい、まずこちらシャンプーとトリートメント、こっちがシャンプーでこっちがトリートメントです。オージュアの容器なんですけど、中身はオージュアのクエンチモイストが入ってます。これを1回使い切って今自分が使ってるシャンプーを入れ替えました。ちょっと大きいんだけどこれをこのまま入れます。でトリートメントもこんな感じで、ちょっと1泊2日には大きいんだけどこれがあったのでこれを持ってきます。これも中身はオージュアのクエンチモイストです。入れて、でこれは普通の洗顔です。これもねこんなにいらないんだけど、あのグアムに行った時の残りがあったのでそれを持ってきます。中身はね全然あのまだ使えるやつなので大丈夫です。でこれが化粧水、半分ぐらいあればね全然足りると思うのでこれぐらい持ってきます。でこちらは EGF クリームです。いつもね私が化粧水の後に使ってる EGF を持ってきます。これもねこんなにいらないんだけど一応多めに持っていきます。
やっぱりね、日焼けするとここが本当にかぶれるので、かぶれた時にここにもいっぱい塗れるようにちょっと多めに持ってきます。で、こちらはヘアオイルです。これもね、こんなにいらないんですけど、一応ちょっと多めに入れました。これもオージャーで、クエンチセラムっていうやつです。次、こちらすごいちっちゃいんですけど、これはクレンジングです。これはね、最近買ったクレンジングで、ダブル洗顔不要のやつで楽なので、これを持ってきます。すごいちっちゃそうなんだけど、1回分以上入ってるからこれだけ持ってきます。次はこちらのオルビスのアクネスポッツ、ニキビ用のやつなんですけど、できたら困るので一応持ってきます。で、あとこの携帯用のブラシ、あとこれ、こうやって止める時用のダッカールを1個持ってきます。そして次はオルビスのボディホワイトニングジェル、ボディジェルなんですけど、たまたま残ってたのでこれを1個持ってきます。次、コンタクト1個ずつで十分なんだけど、なくなったら困るので2個ずつ持ってきます。あと普通の目薬、これはいつもね、コンタクト外す時とかに使ってます。そして次はコットン、アイメイク落とす時とかにいつも使ってるのでコットンを持ってきます。一応ね、1枚か2枚で全然十分なんだけど、4枚持ってきます。はい、こんな感じです。まだね、余裕があります。多分ね、これは1泊2日じゃなくて3泊4日とかでも全然いける量だと思います。実際にグアムの時はだいたい4泊5日だったんですけど、このポーチの中に全部収まりました。もう一個はビフェスタのアイメイクアップリムーバーを別で持っていきます。どうやって分けていいのかがわからないから、これはこのまま持ってきます。で、あと目が悪いのでメガネを持ってきます。ガラガラの中はこれだけです。少しね、まだ入るスペースがあるので、そこにはお土産を詰めようかなと思ってます。で、次はグアムの時にも持ってったこのリュックを持っていきます。これにすぐ出したいものをね、入れようかなと思ってます。こっちにね、メイクポーチを入れていこうかなと思ってます。だいたいグアムの時と一緒なんですけど、これ一応筆入れなので筆を持っていきます。こういうチークとかファンデーションブラシと、アイメイク用とかハイライト入れたり、眉毛用のものをちょこっとだけ持っていきます。これだとね、めちゃくちゃ余裕があるので、こっちにファンデーションとバリアエッセンスを入れていきます。ファンデーションはエテシェのプレミアムアミノエッセンスファンデーションを持っていきます。ここに細長い系を入れて、ビューラーも入れます。こんな感じで、もう一個はね、こっちの黒いやつを持っていくんですけど、こっちにいっぱい入ってます。まずこちらの LA ガールのハイライト、これね、すごい綺麗なツヤが出るので、暑いところにはいいかなと思ってこれを持ってきます。で、次はケイトのパウダーを持ってきます。割とコンパクトなのでこれにします。で、チークはマックのデインティーを持っていきます。これもね、本当に自然なツヤが出てめちゃくちゃ綺麗なんですよ。アイシャドウはリンメルのロイヤルヴィンテージアイズの001番を持ってきます。で、アイブロウはビセのカラーリングアイブロウパウダーの BR2 を持っていきます。で、ブロンザーはキャンメイクのシェーディングパウダーの03番、すごい薄くて持ち運び便利なのでこれを持ってきます。コンシーラーは 24H のコンシーラー UV、 肌に優しいコンシーラーも持ってきます。で、こっちの LA ガールのプロコンシールのコンシーラーも持ってきます。基本的にはこっちを使おうかなと思ってます。デジャブのペンシルアイライナーとリキッドアイライナーの2本を持っていきます。エテセのラッシュバージョンアップと、ブローラッシュネオのラッシュアップマスカラのボリュームタイプ、私の中ではこの2つがセットなのでこれを持ってきます。で、リップも2つ持ってきます。メイベリンのカラーセンセーショナルのスウェードベージュと、レブロンのウルトラ HD マットリップカラーのフラーテーション。メイベリンのやつはもう私の最近のお気に入りのやつなので、これを1個持っていって、あとこっちのレブロンのやつはすごい綺麗なオレンジなので、沖縄で使いたいなと思ってこれを持っていきます。あと鏡もこのダイソーのやつを1個持っていきます。もうね、ポーチの中に入れちゃおうと思って、こんな感じです。両方ね、全然パンパンではないんですよ。でも1個にはちょっと収まらないかなっていう感じなので2個持ってきます。で、あとはこの雨でも日傘でも使える傘、自撮り棒、カントリー&ストリームの UV ウォーターリージェルを、エテセのリップエッセンス、
あと私がいつも持ち歩いてるこのちっちゃい鏡を持ってきます。リップクリームとかリップを直す時とかにこうやってちょっとだけ見たい時使えるのですっごい便利です。あとお財布とか、スイカとかはこっちのリュックに入れてます。あとこの今使ってるカメラと今使ってる三脚もこっちのリュックに入れます。それぐらいかな。1個忘れてた、この帽子も持ってきます。沖縄に行くのに NY っていう帽子を持っていくんですけど、こういうブチブチってやつなのでリュックにつけて持ってきます。こんな感じだと思います。1泊2日なのでもうこの公開した日の次の日には帰っちゃうので、リアルタイムで沖縄を見たい方はぜひ私のインスタグラムを見に行ってみてください。だいたいねストーリーに載せてることが多いと思います。でカメラも持っていくのでいろいろ撮りながら回ろうかなと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画も面白かったと思ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。